テイク3。なんか最近ですね、iPhone で動画を撮っていると途中で録画がストップするっていう現象が出てまして、なんか5分ぐらいで止まるんですよね。で、原因不明なんですけど、あれなんですよね録画で容量が少ないのかなと思って動画を全部消したんですけど、あと30ギガぐらいはあるんですけど止まることが多いんですよ。なんかあれかな、その Bluetooth の信号が誤発信していて止まってるのかかもしれないんだけど、結構その前使ってたその Bluetooth のこのシャッターのリモコンがなんかこう変な信号が誤信号が出るのかしらないけど、あれをオンにしていると結構止まることが多くて、でもあれ信用できないんでもう捨てちゃったんですけど、ってことで YouTube の経過報告なんですけども、 YouTuber への道第3弾今回何分で切れるかな、まあとりあえずやってみましょう。それで YouTuber の登録者が6人になって、で今年になって Twitter を始めたんですけど、それがフォロワーが14人、そしてライブドアブログを始めたんだけど、それがその1日の訪問者が20人ぐらいですね、IP アドレスベースでっていう風な足踏みを続けているわけですよ。で特にその動画も編集を凝ってしているっていうよりも全くほとんどやってないんで、サムネイル画像だけ入れてるぐらいなんで、あとは小口も何もしてないんだけども、あ、びっくりした今、まあ大丈夫だな、なんでコンテンツビジネスというのは難しいですね。ただまあこれからその個人がコンテンツを発信してマネタイズをしていく時代がもっと拡大していくと思うんですよね。それがまあブログとか動画以外のやり方とかもどんどん増えてくると思うんですけども、まあまだまだとは言っても一般の人がどんどんその動画を出したりブログを書いたりしている時代ではないので、ほとんどの人はまあ Facebook にしても Twitter にしても Instagram にしてもまあ一般のユーザーとしてただまあ使っているだけですからね。で一般のユーザーとして使っている限りはどっちかって言ったらその広告会社が出した広告を、見るだけの側ですから、どっちかっていうとその、アプリの提供者が儲かる構図になってるわけですよね。その Facebook とか Twitter の人たちっていうのは広告を出すことによって、でそれを見てもらうことによってスポンサーからお金をもらってるわけなんで、それはその代わり Facebook を使えているんだということで、Facebook をタダで使わせてもらってる代わりに、その広告を見てあげることによって、ギブアンドテイクが成り立っているという考え方でもいいんですけど、できたらねそこで収益があった方がいいと思うんで、でもねなかなか難しい。アフィリエイトって多分アマゾンと楽天でもうほとんどだと思うんですけど、あとはその Google のアドセンスっていうのがむしろアフィリエイトよりも収益が高いっていうかね、そのアドセンスに出てくる広告の内容によってもそのワンクリックあたりの課金がいわゆる自分に対する収益が変わってくるらしいんですよ。それはね例えばそのアドセンスの広告に出てくる内容が日用品の
例えば歯磨き粉なんかの広告だったりすると、仮にそれをクリックしてそのユーザーが買ったとしても、まあ、大したお金にはならないんで、あんまりその結局広告の料金も良くないみたいなんですね。でそれがなんか株とかね、やっぱりその経済金融関係の広告だとワンクリックあたりの収益が大きいという話をちょっと会社の人に聞きまして、ああそうなんだって。でやっぱりそのだからブログの内容も、まあ、ブログの内容に応じてその広告の内容がだいたい連動するんで、だからブログの内容も金融とかにしている方がまあいいのかもしれませんね。で私もその株とかそういう、まあ、FX はやってないんだけど株とかの内容にしてたんで、まあ、そのチョイス自体は間違ってないと、うん、であと多分だから高額商品のものはいいんでしょうね。車とか家とかそういう分野のブログだったらそれ関係の広告が出て割とその分のいい広告が入ってくる可能性はありますね。お、今6分、今回はちょっと長くいけるかもしれないな。さっき動画をちょっと4個ぐらい消したんでそれが良かったのかな、ちょっと分かりませんね。で、まあそういうことでですね、YouTubeブログ、ツイッター、まあ、あとはそのヤフー掲示板にちょっと自分の気になる銘柄は投稿したりしてますけど、まあ、主にそのコンテンツ活動っていうのはそれぐらいなんですよね、うん、そうなんだよな。だからこれがマネタイズするなんても気の遠くなるような話で、うん、もっと頑張れよっていうかもしれないけど頑張ると長続きしませんからね、うん、頑張れよって言われても頑張っても長続きしないんで、まあ、適度に長続きしていくことが一番重要なんで、まあ先行者っていうかね、まだまだそのコンテンツビジネスに参入する個人というのは、まあ、全体から見たら少ないんで先行者利益になるはずなんですよ今始めれば。で、まあ、当然その動画とかもどんどん動画をアップしたりブログを書いて記事をアップしているとそれを消さない限りは過去の資産となっていつそのマネタイズされるかわからないんですよね。YouTube でもずっと動画を辛抱強くアップしていた人がある日突然なんかでバズってその有名な YouTuber になった途端過去にそうやってアップしていた動画が、まあ、視聴され始めるんですよね。そうすると、まあ、月間あたりの要するに視聴回数でお金が決まるんで、まあ、それが循環が よく回っていくことになるわけですよね。過去動画がたくさんあるわけなんで、でその日々そういう皆さんが検索動画をこうキーワードを入れて検索するんだけど、その検索した時にやっぱり上に方に来る度合いも有名な YouTuber さんの動画の方が先に来るわけですよ。例えば FX って入れてリターンをしたらもうその FX をやってる有名な YouTuber さんの動画が上の方に来るはずなんで、うん、やっぱりだからそこで有名になって動画が回転し始めてくると過去動画をたくさん持っている人の方が強いですよね、うん、どん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 次の動画次の動画でおすすめのレコメンデーションで横に出てくるから多分その人の動画がずらーっと並んで、で、まあ、最終的にはこう動画再生リストとかでも見てくれる人も増えてくるでしょうし、だからそういう意味ではこう気長に記事を書いたり動画を撮ったりしていることが、まあ、最終的にはマネタイズを生むんじゃないかというね期待はありますね、うん、
で、視聴者が増えてきてコメントがどんどん出てきたら、とか、あと高評価とか低評価とか、まあとにかくそういうものがどんどん出てきたら、またなんかこう、単純に視聴回数だけじゃなくて、そういうコメントが多かったり高評価が多かったりすると、またそのリコメンデーションのやつでも上の方にやっぱり上がってくるみたいなんで、だからよく僕なんか他人の動画を見てコメントをよく書いたりするんですけど、そしたらすごく喜ばれますよね。大体なんかと動画にコメントを書くと、いいねっていうのがそのブログの主から押されたりしますから、だからコメントを書くと嬉しいんだと思います。まあ、自分の動画にコメントがあることも何回かあったんだけど、まあそれ嬉しいですしね、やっぱり。なんでまあそうね、パソコンを買って編集をしてもいいんだろうけど、あ、でも12345、午後25-2だから23本の動画を上げているんだよな。それでそうなんだよ、結構上げましたね。まあちょっとね、効率が悪すぎるっていうか、その長い動画を上げすぎているんで、そこがちょっとね 逆に5分ぐらいの動画で情報量を詰め込みすぎて、まくし立てている人がまあ多いんですけど、まあ、5分っていうのはちょっと短すぎるけど、15分ぐらいの動画で早口にまくし立てて、やっている人が僕の見た限り多いんですけど、なんかそれはちょっとね疲れますよね。まあ多分編集でカットしながら尺を短くしているんだと思うんだけど、まあそれでもかなりの早口で喋ってやってるから、多分ねその言う内容を台本としてある程度用意してるんだと思いますね。まあそういうふうにしたらもう割と効率よく情報を摂取できるんで、まあそっちの方がユーザーには喜ばれるのかもしれないですけど、いやーでも厳しいな、やっぱり。チャンネル登録者数がなかなか増えるためには、やっぱりこう、1個2個やっぱりキラーコンテンツみたいなね、やつを持たないといけないですね。僕もジャパンディスプレイの動画が500回ぐらい再生されてまして、多分これは検索経由で来た人だと思うんだけど、でもそれでもやっぱり登録者数は少ないですのでね、やっぱり最初の駆け出し YouTuber は検索に頼るしかないと思うんですよ。やっぱり検索で来た客をいかに掴むかだから、なんだろうな、そのいかに特殊なキーワード、 JDI とかってやったらそんなね、検索タグを書いてる人ってほとんどいないと思うんで、だからそういう特殊な趣味とか株にしても、その特殊な銘柄だとかっていうふうにしておくといいかもしれませんよね。そのピンポイントで検索しているお客さんをつかむことができるんで、これが僕がやってるみたいに相場とかタグの欄にですね、相場とか株式 FX って大体その4つを入れてるんですけど、ただそれをしても多分その何万人って多分そういう動画を上げてる人がいると思うんで、絶対埋もれてしまって無理だと思うんですよね。だから JDI のことを全く語ってないのに JDI っていうタグを入れておくとかね、そのフェイクのタグを入れておくのもいいかもしれないですよ。例えば生命保険と入れておくとかね、株の動画なのに生命保険って入れといたら、その生命保険で探してる人が、まあ、来ると。で、だけど、まあ、同じ金融つながりで株に興味がある可能性もだいぶ高いんで、あれ株の動画がなんか出てきたぞと思って見てしまうとかね、そういうのも考えていかないといけないよな。
まあ、株の動画を7回やって、ちょっと実業の方のね、実業講座というのもちょっとやっていかないといけないね。株に興味がある人っておそらく労働から解放されたい人だと思うんで、多かれ少なかれ。そうするとその一手段として起業をして財を成そうと考えている人もいると思うんですよ。だから結構ね、そういうグループというか、その関心のあるテーマってグルーピングされていくと思うんですよね。株式、企業、FX、生命保険はどうかな。ちょっと毛色が違うような気がするんですけどね。生命保険でお金を増やそうというよりは、家族に対するその万が一のことに対する備えであったり、どっちかっていうと生命保険っていうのはサラリーマンの人の方が関心があるかもしれませんよね。だから財を成してやろう、財を成して労働から解放されてやろうっていう人が見るものだから、株とか実業っていうのは相性がいいではあるんだけど、で、自分がやろうとしているその、なんだろう、断捨離の動画なんていうのはどうなんだろうな。断捨離と企業とか株式って結びつくのかどうかちょっとわからないんですけどね。なんとなくでもそんな遠くはないような気がするんだよな。結構僕が見てる断捨離の動画でも、自分でこうスモールビジネスじゃないけど始めたっていう人が結構その断捨離もやってるから、割と近い発想なのかもしれませんよね。まあ、とにかくどうしたらそのバズる動画ができるのかっていうところと、まあ一回バズった動画があるんだったらそれを起点として続編をやっていくっていうのも手だよね。あ、そうか、今思いついたわ。それジャパンディスプレイの動画で500回再生があったんだったら、それの続編をやればいいんだよな。あ、それ思いつかなかったな、今まで。あ、それやろう今度。ああ、そうか、それ思いつかなかったな、これまで。なんだ俺は、そう、それやるべきだったな。続編やろう今度。そしたらその1回目を見た人が2回目も見るよね。それにジャパンディスプレイについてそこまでプロフェッショナルな見解を持ってる人って多分そんなにいないと思うんだよね。僕昨年の総会に出たんだけど、なんか正直言ってね、周りの人の質問って、なんか「お前ここ3ヶ月ぐらいでやり始めただろう」っていう人ばっかりで、何て言うかな、やっぱり自分のと質問が飛び抜けて、やっぱりレベルが高かったし、ヤフーの掲示板とか見ててもレベルの高い人はいっぱいいるんだ、いっぱいというか、まあ2、3人いるんだけど、まあそういう人たちが必ずしも総会に来るとは限らないんでね。まあ総会に来るってことはね、仕事を休んで来なきゃいけないわけなんで、なかなかサラリーマンの人だったら厳しいと思いますよね。まあとはいっても午前休を取ればいいだけなんですけど、まああとは都心の方でありますんでね、なかなか地方の人はもちろん、東京でも西の方に住んでる人は面倒くさいですしね。あと武田薬品なんかは大阪で大体総会をやるから、去年行きたかったんだけど行くの行かなかったんだよね。なんでだろう、大阪本社だからかな。でも東京にも本社あったと思うんだけど、大阪発祥だからなのかですね。まあ今年行ってみたい総会って言ったら、まあ JDI もそうだけど、大塚家具なんかはぜひ行ってみたいですよね。ああ、そうか、でもあれ確か12月決算だったかな。そうするともう終わりなんだよな。
だから3月決算で3月までに、3月24日とかまでに権利付き最終日までに買えるところじゃないとダメなんで、まああとはその2月に結構小売業の決算が続くんだけど、それは2月に2月25日とかまでに、まあ、株を買えばね出れるんだけど、それで僕花丸うどんに結構行くんで、会社の近くにあるんでね。でそれって吉野家が運営してるっていうのを案外知らないと思うんだけど、それで買ったら結構ね優待券というか食券がもらえて、吉野家も僕ほとんど行かないんだけど、花丸うどんはよく行くんで、それで結構食べれたっていうのはありますよね。2月がそれが多いんですよ。小売店とか食品というかレストラン業とかでもね、結構多いんだけど、いやー、今後のだから YouTube 戦略っていうのをこうやって喋りながら考えるっていう、あ、まあ大丈夫、今変ななんか音して録画止まったと思ったけど、まあ大丈夫、続いてるね。まあなんとか今年動画登録者100人を目指したいけどね。100人って、でもそんなチャンネル登録者6人とかの人って見たことないよな、今まで上がってる動画で。一番少なくて500人とかそんなんだったけど、でも一番多いのがやっぱ2000人前後の人ですかね。2000人前後の人ってなんかそこでこうね足踏みしている人が多いですね。1万人ぐらいまで来た人はまあやっぱりコンテンツが面白いんでしょうね。それからもどん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 増えていって、2万人とか、5万人とかね、まあ5万人までいけば相当面白いんでしょうね。だけど1万人になる段階でもうある程度面白いということだから、結局だからねやっぱり勝ち負けがはっきり格差ができるんですよ。もう1万人以上の YouTuber とその僕みたいに数人のレベルと、あとまあ2000人ぐらいまでかな、そこがちょっとねあれが壁があると思いますね。やっぱりねどうだろうな、5000人ぐらい超えてきたら割と勝ち組に入る方だと思うんですよ。だからそこのね分岐点がどうかな、やっぱ5000かな、見てる限りは。5000まで来た人はまあコンテンツが面白いから、その5000人がまあコメントをしたり「いいね」を押したり、まあそういう口コミでもあったりいう形で、あとはその自動的にもう増えていくと思うんですね。5000人まで来たらあとはまあ、継続的にコンテンツをアップしていれば、そういう、なんていうの？自動的に回転する効果によって、勝手にその走り出すと思うんですよ。だから5000まで来れば、まあ、遅い早いは別としてですね、拡大のスピードが遅い早いは別にして、7000、8000、9000、1万、1万5000、2万、ってなっていって、まあ、5万ぐらいまでいくと。ただまた多分その辺りにもしかしたら壁があるのかもしれないですけどね。そっからさらに10万超えの、もう10万超えするとちょっとやっぱりもうこれは世間に対して YouTuber ですよ俺はと言えるレベルだと思うんですよ。そこまでいったらもう10万人になったら正直もうそれで結構金儲かりますしね。2万人ぐらいの人がもう全然それで食べれてるみたいな話も聞くんで、だから月30万ぐらいは全然いけるんですよね、2万で。であとその僕の見てる人なんかは2万人なんだけど、そのライブチャットをライブ配信を結構やる人だから、投げ銭がどんどん入ってきて、むしろ広告より投げ銭収入の方が大きいみたいな。
人も出てくるわけですよ。でその広告収入と投げ銭収入のダブルでもうかなり儲かってるみたいな、もうまあ大儲けってほどではないけど、もうエリートサラリーマンぐらいにはなるぐらいのね、うん、だからこうやってチャンネル登録6人で悲観することなく、おそらくね5000人以下、その5000人っていうレベルの戦いなんですよ、うん、そのチャンネル登録1から0から5000人までの道のりがめちゃくちゃ大変で、で5000人以上のあれはもうそのコメントだったりいいねだったり口コミとかもろもろのアクションポイントで自動的に拡散されていく状況が生まれてくると、うん、なぜかというと5000人まで来たってことはコンテンツが面白いからなんですよね、うん、そうするともうあとは5000人まで来たら5000人のその自己宣伝活動によって、視聴者が自己宣伝活動をすることによって勝手に広まっていく状況になっていくと思うんで、スピードは差があると思いますよ。爆発的に伸びていく人もいれば徐々に伸びていく人もしかいない人もいるし、うん、だから戦国大名で例えたら例えばその織田家とかがね、だんだんその尾張の領主から遠江ね、で岐阜、滋賀県、京都っていうふうにだんだん拡大していくわけなんだけど、一番大変なのがその領内の統一ね、広い尾張のしかも東半分の領地をまとめ上げるのにめちゃくちゃ時間がかかるわけですよ。武田信玄も一緒で、甲斐の中でもいろいろ勢力があって、その武田信玄の親父から継いだその領内のエリアをもうまあ言ったら山梨県の例えば3分の1ぐらいの領土をいろいろなその豪族っていうかね、対抗勢力がいるわけじゃないですか。そいつらを従えてその山梨県のごくごく3分の1の領土を治めるためにめちゃくちゃ長い年月がかかるんですね。でそこをじゃあ治めましたってなったら割と山梨県全体の統一は割と短期で行ったり、であるいはそのエリアですよね、関東甲信越のエリアは割とトントン拍子に行ったりするわけですよ。だからそこの視点を持たないといけないと思うのね、うん、会社でも一緒だろうし戦国大名も一緒だろうし YouTube の活動もそうなんだと思うんだけど、おそらくね5000名までの登録がめちゃくちゃ厳しいと、うん、1から5000までの間がめちゃくちゃ険しい道で、5000名まで行けば一人でに増えていくと、うん、なんでかというと5000まで来たってことは面白いんですよ、うん、ということはあとは自己回転作用によって増えていくと、ね、だからグラフは成長グラフはもうめちゃくちゃ最初厳しいんですよ。バーッと厳しくて、でトントントンと上がっていくわけですね。だからそういうふうに思わないと鬱になるわけですよね精神的にへこんでしまうんで、うん、いやーで、だから例えば200万人超えのヒカルとかを見てて、いや200万ってすごいなとか、6人と200万ってめちゃくちゃ違うじゃんとか思うかもしれないけど、多分ね5000、あの人も5000ぐらいからトントン拍子に増えていくと思うんですよ。もう5000、まあ5000からまあ5万ぐらいはちょっと手間取ったかもしれないけど、もう5万ぐらい増えてくるとあとはもう自己回転能力で視聴者が視聴者を呼んでくるような展開になると思うんですね。だから案外ね、そのだけどビギナーの人は200万ってすごいなっていう、もうそのなんていうかな、0から200万までの苦労っていうのが
ずっと同じレベルの苦労をしていくと思っているからダメなんですよね。二次関数的に増えていくから、こういうものは。なんでその最初の5000っていうのがめちゃくちゃ厳しいと、こういうふうに考えるとストレスが減るわけですよ。だからそう、会社も一緒なんですよね。考えてみたら自分の会社もそうだったし、一番最初の苦労ってすごいんですよね、やっぱり。だけどそれが回転してくると案外向こうから仕事が来たりだとか、仕事が仕事を生むような展開も出てきますんでね、だから今が一番きついで、今が一番きついとか言いながらも別に努力してやってるわけじゃないじゃないですかね、努力して編集を頑張ってるわけでもないし、ただこうカメラの前で話してるだけっていうね、まあそれは増えないですよね、そんな安易な考えでは。だってやっぱり10万超えをしている人なんかを見ると、いろいろやっぱりやってますからね。こう屋外に出て撮影したりだとか、あとはそのガジェット系の人だったらそのパソコンを組み立ててこう順に解説をしていったりとか、でその当然やっぱりね、テキストとか数字とかグラフを画面にポップアップで出して分かりやすくしたりとか、だから本来だったら株の動画なんだったらそれを絶対やらないといけないんですけど、まあそれもね、結局ソフトを、いいソフトを見つけたらそれでできるんだけど、どのソフトがあるのかよく分かってない状況なんで、なんか最近これはいいなと思ったのが、そのパソコンの画面を丸ごと録画するソフトっていうのがあるんですよ。で、なんだろう、そのパソコンを操作して、でちょっとこのチャートを見せてください、で次はこの記事を見てくださいって言って、結局そのパソコンの操作だけをしてるんですね、その主は。動画主はパソコンの操作だけをして、本人は全然映らないんだけど、そのやっぱりそれってめちゃくちゃ便利なんですよね。結局パソコンで自分がやっている知的活動をそのまま丸ごと録画している状態なんで、まあちょっとね、個人情報というかね、例えばなんか銀行口座なんかが書いてあったり、なんかのパスワードなんかが書いてあるところがパッと出てしまったらまずいと思うんだけど、多分そういうことをしなければですね、パソコン画面を丸ごと動画にするっていうソフトは結構いいかもしれませんよね。ただそれだとまあ本人が出ないとか、あとまあそうですね、それをマイクで喋りながらやるっていうのもあるんで、そうですね、そのあたりはなんかお気に入りのバーとかを僕入れてるんで、それがなんか出るのは嫌だなっていうかね、それをいちいち消さないといけないのめんどくさいな、なんか、まあでも手間をかけないとやっぱり何でもできませんからね、まあどうなんでしょうね、難しいな。ブログなんかはもっと難しいですからね、記事を書いて、ブログでマネタイズしようと思ったらアフィリエイトかアドセンスが必須なんですけど、まああとはその情報商材を置いたりとか、まあ企業から直接バナーを貼るっていうのもできますけど、まあそんなのはもう上級者の本当に一握りのブログだけなんで、なかなか難しいものです。まあただ会社とかがね、いつどうなるかわからないし、そういう副収入の道を常に考えとかないとまずいんで、まあこういうのをやり始めたわけなんですけど、まあどうなるかね、まあとにかくでもお金が全くかかってないというのは大きいですよね。
三脚とマイクしか今お金を正直使ってないんで、まあでも何事もビジネスは経費をかけないといけないっていうのは真実ですからね。もうちょっとお金をかけていこうかなと思いますけど、まあそれにしても三脚とマイクで2500円ぐらいしかかかってないんで、まあ次何かをやる、買うとしたら何でしょうね。でも実際 YouTuber の活動って撮影機材と編集ソフトだけなんだよな。実際それしかないと思うんですよ。その単なる自分の話をするだけの場合はね。なんかガジェット系のやつだったら、まあ実際そのガジェットを買ってこなきゃいけないんですけど、そうですね。まあ車関係が好きなんで、そっちの動画を撮ってもいいのかなと思いますけど、まあそれでもいいかもしれませんね。ただなんか駐車場でこうブツブツ言いながら やらないといけないんで、まあちょっとそれが、まあ、恥ずかしいなんて言ってちゃいけないですけど、まあそれかあんまり人気のいない駐車場とかに行ってやってもいいし、まあでも最近はそういうのもね、イヤホンをして電話をしながら歩いてる若者って多いですからね。最近なんかブツブツ話してる人がいるなと思ったら、電話をして、要するにイヤホンの Bluetooth イヤホンで電話をしながら電車に乗ったりしてる人いますからね。それ考えると、まああんまり気にしなくてもいいんでしょうけど。そうか、車の紹介動画はちょっと上げてみてもいいかもしれないな。まあそうすると、止まってる時はこうやって持ってやればいいんだけど、まあ自撮り棒みたいなので持ちながらこうやって映して、画面見ながら映していればいいんだよね。iPhone をこうやって持ちながらこうやってやるのはなかなか、こう指が映ったりとかこうするんであれだけど、こう自撮り棒でこう持っていれば、まあでもそうか、ちょっとそうなると手ぶれが気になるんだよな。やっぱスタビライザーのやつを買うべきですかね。まあただそうするとチャンネルの種類として散漫になるというか、株式のさやつなのか趣味のやつなのか車なのか全然分かんなくなってくるんで、まあそれでもいいんですけどね。なかなか難しい。チャンネルの特化してやるのも一つだけど、いろいろなことをやる。だけど有名な人のやつを見てると、特にジャンル絞らずにどんどんやってますからね。もう結局その人が、ヒカルとかなんはもうその人自体が商品みたいに、スターっていうか、その芸能人みたいになってきてるわけなんで、まあそういうところまで行くと、もう才能があるとかないとかいう話でもあるんでしょうね、おそらく。という形でコンテンツビジネスが非常に難しく、苦労しているっていうか、まあ、苦労はしてないんだけど、低迷しているっていう話と、そしてその苦ストレスを和らげる手段として、多分1から5000人ぐらいまでの間が一番きつくて、それ以降はもう自動的に自律的に増えていくもんなんじゃないかなと。まあもちろんその同じレベルで投稿を続けていた場合だけですけどね。投稿がなくなったら多分自動的に増えるって言っても難しいと思うんで、1から5000までいったその活動を継続してれば5000以降は早いんじゃないかなと。だから努力とか苦労の、度合いっていうのは二次関数的にその局面に応じて全く違うと思うんで、それを元気づける材料にしてやっていきたいと思うんですけどね。
まあ、いずれにしてもね、何でもそうだけど、やり続けるといろいろなノウハウが出てくるんですよ。例えば、話し続けていて喉がカラカラになってジュースが必要だとかね。あと、iPhone 本体のマイクでは散漫な声になるので、外部接続マイクが必須であるとか。あと、編集のノウハウもそうだし、いろいろなノウハウが出てくるんですよ、ちょっとずつやっていると。で、そういうのって一朝一夕に身につくものではないし、喋り方にしても僕だいぶ当初のやつから見るとまともになってるんですよ、自分自身。前も株の動画でも言いましたけど、言葉がね、こういう言葉を言いたいんだけど、でなかなか出てこない時ってあるんですよね。そういう時に言い直しを何回かしちゃうと、聞き取る方としてはペースを乱された感じになって、聞き取りづらいだったり、ストレスを感じるものなんですね。で、最悪この人はもうストレスがかかりまくるから、もう見ないでおこうって言って、チャンネル登録を外す人も出てくると思うんですよ。まあ、そういうふうに喋る流暢さっていうのは、最低限いるんですよね。聞いていて心地いいっていうのが、ベストでしょうけど、なかなかそこまではいけないと思うんで、最低限聞いていても苦痛じゃないっていうレベルはいるでしょうね。それがあるんで、やっぱりちょっとずつ、だから逆に言えば、チャンネル登録者6人のうちに、そうしたノウハウを身につけていこうというかね。そういう言い方をすると、今見てる人に失礼かもしれないけども、その辺のノウハウを学びつつの成長なんですよね。会社でもそうだったんだけど、今から考えると、会社今だから14年目になるんだけど、今から考えると、なんであんなことをしていたんだっていうことで、もう山盛りなわけですよ。本当にそうなんですよね。他人から聞いたことじゃもうわからないわけなんでね。自分が経験して初めて身にしみるんですよ。株も一緒だけど。今から考えたら、なんであんなビジネスのやり方をやってたんだろうとか、なぜあんなやり方を広告にしても何にしてもね、部下への接し方にしても、お客さんとのやり取りにしても、営業のやり方にしてもね、経費の使い方にしても、なんであんなことをやってたんだろうというのが、後悔がね、めちゃくちゃあるわけですよね。今ちょっとバッテリーが少なくなっていますってんで、表示を消したんだけど。もうとにかくその連続で、それがやっと分かって方向を転じた時には、なんていうのかな、ちょっと稼ぎ時をね、もう失ってしまっていたりとか、ちょっと時期が遅かったりとかね。稼ぎ時があった時に初めて、ああやっていればよかった、もっと利益が手元に残ったのにとかね、そういうことがいっぱいあるんですよね。これはまた実業の動画で言いたいと思いますけど、例えばそれが一番あるのが節税の問題なんですよ。もうその節税の問題で、2015年の秋以降を手ひどくやられましたんで、私の場合税務調査で。だからね、そこをね、うまく最初からこういうふうにしておけばよかったんだろうなっていうのを、痛みを初めて、もう相当な追徴課税を取られましたんで、やっとけばよかったんですよね。そう。まだこの辺の話は、実業講座をですね、実業講座は、何回までやったんだっけな。株式講座実業、3回までか。実業講座3回までやってるんで、ちょっとそれの続きをちょっとね、やっていきたいと思うんですけど、あったかい時にホワイトボードを使ってやってたんだけど、
最近寒いからね、そっちの部屋に行かなくなって、単純なそれだけの理由なんですけど、またちょっと最近あったかくなってきたんで、ホワイトボードを使ってやりたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。